古風な花火をこのような演出をするというのは新しい試みでもありますけど、まあいろんな楽しみ方ありますよね。はい、さあ今回この花火は、はい、今回のこの横浜スパークリングトワイライトを彩る花火を制作演出したのは横浜南区山玉花火です。先ほど言った山田さんですね。はい、皆さんまた一度、本当はね、こういう花火がドーンとかあったら山田って言わなきゃいけないんですよ。いや、素晴らしい。あのね、昔玉屋とかね、鍵屋って言いますけど、鍵屋ですか。そう、鍵屋とか玉屋って言うでしょ。はい、鍵屋は初めて聞きました。え、嘘。まあとりあえずね、そういう花火屋さんがいたわけ。はい、で花火がその地元のその花火があったら玉屋とか言うんだけど、今回は山下公園はさ、ね、本当に山田って言わなきゃいけないぐらい、本当ね、山田さん本当にありがとうございます。今回は山田の花火、もっともっと皆さんも楽しんでください。皆様、山田花火さんに熱い拍手よろしく。さあどんどん行くよ。さあ続いては第3ステージです。これもすごいですね。花火をゆっくりと鑑賞できる演出でお届けしましょう。花火の王道です。 This is Japanese 花火。音楽は花のワーツ。
さあお送りしましたワルツに乗った花火素敵ですね本当に幻想的で。